はいどうもマサチミューチャンネルです。今日はもうね、皆さん説明いらないでしょう。そう、中国版のアップデートの紹介したいと思います。全然話関係ないんですけど、俺ってサキシミの動画だけをねこんなに投稿し続けてんのちょっとすごくないですか？いや、なんでかっていうと日本版の方ってもうあんまりアップデートまあ来なくなってきてるじゃないですか。もうそれでもこんだけね、まあ、動画を投稿してる俺なんかもうね、たまにはちょっと誰か褒めてください。誰かもちょっとね褒めてください本当に。それじゃあ早速追加されたね、内容を見ていきましょう。まあ追加されたものは、まあ、いつも通り服装と、髪型とか装飾品ですね。マップとかはね追加されてなかったっぽいんで、で、これ今の、格好が前に紹介したやつですね。名前が確かね、あ、そうそう、これな、この雪の隣、はい、雪のって、まあ、これ雪って書いてたからそう読んだだけなんだけど、はい、じゃあこの下の4つですね、この下の4つが追加されたやつなんで、ごめん、なんか今日めっちゃカミカミかもしんない。なんかちょっと久しぶりなのかな、この普通になんか喋って実況すんの。はい、この下の4つ、紹介したいと思います。じゃあこれ、まず1個目のやつ、これなんてね書いてるかもう相変わらず分かんないですけど、なんか夢みたいなの書いてんな。じゃあいきますよ、せーの、ポチ。はい、こんな感じ。おーおー、なんか夏っぽいな、夏っぽい感じ。ちょっとなんか髪型ちょっと変えとくか、普通のに変えとくか、ちょっと、はい、ちょっとこっちに変えとくわ。あ、でもいい感じ、かわいいね、爽やかでいい感じ。これはなんか色を変えない方がいいな、このままの方がいいよな。はい、じゃあその次見ていきましょう、こちらです。いきますよ、せーの、ポジ。はい、なにこれ、なになに、かわいい、めっちゃかわいくないこれ、これなに、なんかサーカス団みたいなやつ、めちゃくちゃかわいいやん、俺結構これ好きなんだけど。相変わらずここにね猫ちゃんのマークがついててね、いやめっちゃいい衣装。これ色変えれんのか、あ、色変えれるわ。おー、またなんかちょっと雰囲気変わんな、いいなこれ、欲しいな。欲しいな、日本版にも欲しいな。はい、じゃあ、次これね、はい、見ていきましょう、せーの、ポチ。はい、こんな感じ。これもいい、これいいわ、めっちゃ好きこれ、ちょっと個人的にこれめちゃくちゃ好き。結構なんかハイウエストな感じでね、いやめっちゃ好きだわ。リボンついてて可愛い。後ろは、あ、後ろもでもいい、めちゃくちゃいい、キュッとなってる感じめっちゃいいわ。まあこれもこうやって色変えれますね、こういう感じで。いやーいいなこれ、いやなんかちょっと色変えてあんまり良くなくなったかもしれない。俺の色替えのせいで。まあまあいいや、でも衣装としてはねめちゃくちゃいい。はい、じゃあ次こちらですね、見ていきましょう、せーの、ポチ。はい、こんな感じでございます。お、なにこれ、なんかこれはあれ、どういう衣装、なんか前もさこんな感じの衣装なかったっけ、なんか海賊っぽい感じ、パイレーツオブカリビアンみたいな感じ。合ってるかな。合ってるよな、そう、それみたいな感じか、なんかねかっこかわいい。はい、まあ衣装はねこの4つが追加されたって感じですね。じゃあちょっと髪型見ていきましょう。髪型もね、ほんと、いやもうすごくない、いっぱい追加されてる、本当にめちゃくちゃ追加されてるよな今見たら。あ、でもね新しく追加されたやつはこれのね次ですね、だから53番からかな。はい、じゃあ見ていきましょう、せーの、ポチ。はい、こんな感じ。はい、あ、なんかあれかな、ちょっとサイドアップになってて、あ、なんかすごいここシュッてなってる。シュッてなってんだここで、こっちがねちょっと巻いてんのかな、巻いてるね。でなんかね前からちょっと衣装と髪型がどうやら連動してるっぽいから、これかな、多分これに合わせてんのかな。はい、これが多分完成形かな。なんだろう、でもなんかさこの先っぽのさ髪の毛めっちゃ気になるわ。これ動かしたらさちょっとポインポインってなってんのよね、胸のあたりに当たってね。いやなんか俺が言ったらさ、どうせあれっしょ、また M めてなんかマサシミさんいやらしいなんか表現してるみたいな思ったでしょ。いや違うからな、別にそういうつもりで言ったんじゃないかなこれは。はい、じゃあ次54番見ていきましょう、せーの、ポチ。はい、こんな感じでございます。お、こういうイメージだったんだこの衣装と。へえ、これでもなんなんかな、
何なんだろうこれ。向こうではなんかこういうなんていうの、催し物とかに着るなんかこういう衣装あんのかな、それともシンプルにそういうパレードとかで着る衣装なのかな、なんかそんな気もするけど。はい、じゃあ55番見ていきましょう。せーのポジ。はい、こんな感じでございます。あ、いいね。あ、いいやんこれ、ちょっと大人っぽくって、え、めっちゃ良くないっすか。いや、これいいな、欲しいな。これ後ろ、これなんて言うんだろう、これどうなってんのこれ後ろ、なんか、え、これどうなって編み込んでんの、ちょっとわかんないんだけど。あー、でもめちゃくちゃいいわ。じゃあ最後はこちら56番のやつね、見ていきましょう。せーのポチ。はい、こんな感じでございます。あ、やっぱほら、あ、もう思いっきりこれ海賊でしょこのマークついてるし絶対これ海賊。いや、わかんない、もしかしたらね、なんか海賊をコンセプトにしたレストラン の料理人かもしれないけどなわけないか、違うか。はい、でもこんな感じでございます。いや、これもね、でもめちゃくちゃいいわ。でね、装飾品もね、追加されてるんでちょっと見ていきましょう。ね、前なんかこの40 42番のやつまでかな、多分この辺のやつ。はい、じゃあ43番見ていきましょう。せーのポジ。はい、こんな感じ。あ、これあれじゃね、これ絶対あれじゃね、さっきのさ、どれだ、これか、絶対これやろ、絶対これ、絶対これやん。いいなこれ、え、かわいい、このなんかちっちゃいハット、これなんて言うんだろう、このちっちゃいハット、え、かわいいな。はい、これもじゃああれか、連動してんのかな、これかな。あー、ほら、もうめちゃくちゃいい、ほら、もうめっちゃ合ってる。うわ、完璧、もういいとこのなんかお嬢様やんこれちょっとはみ出てるんですけどもう相変わらず安心するな、中国版でもこうなんだ、やっぱり安心する。うん、帰ってきた感じがある、はみ出てたら。はい、じゃあ次、これ45番これなんだ、押してみましょう。せーのポチ。なにこれ、おお、なにこれ、え、これ何、え、じゃこれさ、え、え、これどれと合ってんのこれ。いや、これなんかどれでも違いそうだけど、え、なにこれこれすげえ。いや、きっとあれなんだろうね、あの向こうではこういう獅子舞的ななんかニュアンスのやつがあるのかな。はい、そしたら男の子の方見ていきましょう。男の子ね、前これでしたね。いや、これめっちゃいい、かっこいいよな。で、男の子はね、1個しか追加されてなかったっぽいわ。はい、これの次だな。じゃあいきますよ、せーのポチ。はい、こんな感じ。あー、あれか、海賊の男バージョンね、さっき見た女の子のやつの男バージョンで、髪型もね追加されております。はい、で髪型が2つ追加されてんのかな。前はこの31番のやつだったんだけど、32と33かな。じゃあ32押していきます。せーのポジ。はい、これもうマジでさ、笑かすなって。いや、いきなりこれひどいな、これひどいぞ、ちょっと待って、これやばいって。え、てかさ、めっちゃ前から思っててんけど、男の方さ、待遇されてなさすぎじゃね。だって女の子めっちゃ追加多いのにさ、男の方の方さ、衣装とかいつもなんか1個とか2個しか追加されてないもん。これやばいって、もう突き刺さってんもんだって。はい、じゃあちょっとね、33番見ていきましょう。せーのポチ。あ、よかった、これ普通だわ。あ、すげえ、結構アップめね、えめっちゃ上げてる。で、こっちね、なんかサイドにめっちゃこうサイドにガッと垂らしてる感じかな。でもかっこいいねこれ、いいやん、かっこいい、かっこいいね。いや、よかった、なんか一個まともなやつが出ていや、この32番面白すぎやろこれはい、こんな感じでございます。じゃあ装飾品ね、あ、装飾品さっきとね一緒です。はい、これはね、同じように男の子もこうやってつけれます。はい、はい、こっちの世界やってきましたけど、どうですか動いてる姿。いや、めちゃくちゃね、いい感じですね。なんか踊ってる姿がすごくね、パレードっぽくて似合ってる。いつかね、こっちの衣装も日本版の方にね、ごっそりとも追加されたら、もうめちゃくちゃ嬉しいんやけどな。はい、こんな感じで、中国版のアップデートの紹介でした。はい、そしたら日本版の方の作詞見に戻ってきました。お相手はですね、天童みすずちゃんですね。この間ね、天童ちゃんのシリーズ終わっちゃったんですけど、結構ね短かったっていう人ね多分いたと思うんですけど、あんな感じでなんか新しいねシリーズを、連続でやったりして、サクサク終わらせていくのもなんか悪くはないかなと思ったりもしてるんで、その辺は、自分なりにいろいろ考えて物語、作っていこうかなと思います。
で、今回小ネタを一つだけ紹介しようかなと思うんですけれど、これね、前にね、ツイッターの方でかな、なんか DM で、いただいてたんですけど、だから前までこの制服って、まあ色替えてできなかったじゃないですか。だからまあ今はね、アップデートで追加された、制服で色替えができるようになったので、まあ天童ちゃんのね、制服も、まあこんな感じでこれをね、まあまあみんな知ってると思うけど、このキャラ編集でね、服の色をこうやって変えたりして、まあこういう感じで変えてたんだけど、実はね、また違うやり方で制服のね、色を変えれる方法があるんで、ちょっとそれを紹介したいと思います。で、やり方なんですけれど、このまず普通の制服じゃなくて、さっきの色替えの制服にしてください。これね、色替え対応。これ、はい。この制服にして、キャラ編集。キャラ編集を選びます。この表情とか変えるやつね。で、これの一番下。材質の大きさ、材質の位置っていうのがあるんですけれど、こちらの方にチェックボタンを2つ入れます。はい。そしてこの材質の位置っていうのを、まあどれでもいいんで一回押してみてください。じゃあ、とりあえずこのプラスっていうのを押します。せーの、ポチ。ほら、こんな感じで色変わるんですよ。ほら、このポチポチ押してったら、ほら、でしょ？こんな感じでね、ちょっと色がね、こうやって、まあグラデーションチックにね、こうやって変えれるんですよね。あ、待って、チェックボタン押さなくても変わるかも。あ、チェックボタン押さなくても変わるわ。ほら、こんな感じで。なのでね、まあもしよかったら、なんかこういうグラデーションチックなね、まあ衣装ってないので、まあ自分なりに、まあどのメモリーがいいかとかね、ちょっと、さすがにね、これ個人の好みがあると思うんで、まあなんか自分なりにね、なんか好きな色を探してみたらいいんじゃないでしょうか。で、これ注意点として、これさ、他の服でもできるんじゃねって思うじゃないですか。それがね、どうやら他の服ではね、できないっぽいんだよな。多分ね、普通の制服はね、できないと思うんだよな。一回押してみな、せーの、ポチ。あ、できるけど、ほら、みんな見て。顔がほら、顔のところもほら、わー、こんな感じで。ね、怖くなっちゃう。ちょっとゾンビみたいになっちゃう。はい、こんな感じでちょっと見た目がね、すごいあの色の、制服になっちゃったんですけど、まあもしよかったらね、みんなもやってみてください。なんかね、うまいことを調整すればすごくいいグラデーションの制服になりそうな気もするので、ぜひなんかみんなの、ベストコーディネートをお待ちしております。というわけで本日の動画は以上となります。また皆様からの小ネタ、バグ情報、小道具 ID、その他もろもろリクエスト等は、まさしみの Twitter 農家 YouTube のコミュニティ欄の方にぜひぜひ、書き込んでみてください。いつもご提供ありがとうございます。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。